に始まりました。ピンクリボンアートフェス準備中かっこ祭り、はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、もう6回目ですか。6回目ということで、はい、早速始めたいと思うんですけども、はい、もう早速今日はもう、ね、はい、いるんですけども、いらっしゃる、いるんですけど、いらっしゃる。でも、ね、この番組のね、あの簡単な紹介とかもあるんですけども、はい、まあとりあえず一緒に来ていただいて、はい、はい、じゃあ今回のゲストの方を紹介お願いします。はい、今回のゲストの方は、はい、一般社団法人日本フルーツアートデザイナー協会代表の高梨由美さんです。よろしくお願いします。高梨さん、よろしくお願いします。もう肩書きの多さでちゃんとした大人だっていうことがもうすぐにわかる方でよろしくお願いします。フルーツアートデザイナーさんということで、もうなんかどういうことをしてくださるのかみたいな、ね、楽しみです、はい、もう今日ちょっと実践、ね、そうですね、もうちょっとバレちゃってるかもしれないですけども実践していただくということで、はい、まあ、今後よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは、はい、いつも通りですけれども、はい、まずオープニング動画の紹介です、はい、宮崎県日南市油津から生まれたお魚アイドルボニートボニートさんによる準備はいいとお届けしました。はい、はい、こちらの番組は楽しいから始まるピンクリボンをコンセプトに、さまざまなジャンルのアートや音楽を通して乳がんの早期発見早期治療の大切さを伝える番組、ピンクリボンアートフェス準備中カッコ祭りです。はい、よろしくお願いします。はい、早速始まりましたけど、かわいい動画から始まりましてね、かわいいですね。はい、高梨さんもかわいいと言っていただいて、本当にいつかね来ていただきたいと思いますからね。はい、ということで、もう高梨さんにもいらっしゃってということで、はいはい、高梨さんにはもうこれはもうフルーツアートすぐもう実践ということになるんですかね。そうですね、その前に簡単に、はい、あのフルーツアートとは何かっていうのを、うんうん、高橋さんに、高梨さんにすみません、紹介していただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。今日の写真も持ってきてくださってるので、うん、はい、ちょっと写真をあの流してもらいながら、フルーツアートの、紹介をお願いします。はい、はい、はい、フルーツアートというのはですね、はい、まず美味しく食べるための技術ですね。なんかアートっていうと、はい、ね、ちょっとすごい芸術なのかなと思うんですけど、まず一番はフルーツを食べていただくための技術です。はい、はい、でそこにアートの要素が加わると、うん、もっと食べたくなりますよね。なるほど、もう目から入るから情報の方が多いですからね、最初は。はい、はい、で今ね映っているのが、うん、ハートのメロン、うん、すごい、ということでね、協会のあの代表作の一つですね、これもペティナイフ、はい、13センチぐらいの長さのね、はいはいはい、ペティナイフ1本でだいたい7、8分で、これを7、8分でできるんですか。イエス、わお、すごいですねこれ、ね、はい、でこういう、うん、すごくね、高価なメロンを使うようなものもあれば、うん、今日はこの後実践ということなので、うん、身近にあるバナナですとかオレンジ、はいはいはい、ね、旬のイチゴ、うんうんうん、そういったものを使ってどなたでも食卓にピッと出せる、はい、楽しめるものをご紹介いたします。すごい、はい、すごく見たいですね本当に。じゃあ早速、はい、お願いします。いいんですか。うわ、はい、立たせていただきたいですね。じゃあ僕たちはここでいいんですよね、はい、見てて、はい、ご覧になってください。身近 で、はい、身近で。フルーツアートはね、はい、あの人の口に入るものを作っていますので、はい、とにかく衛生管理っていうのにも、うん、あの気を配って作り上げていくものなんですね、うん、食べるためのものなんで、うん、失礼します、はい、では今日はまずオレンジ使ってやっていきます。はい、はい、オレンジまずね横に切ってください。はい、これできますか。それはできます。できなかったらちょっと大変そうですね。そしたらこの断面に平行になるように切ってください、うんうん、お尻これぐらいです、はい、できますか。できますか。はい、はい、そしたら手前から奥にナイフをギュッと一回入れていただいて、はい、抜き刺し抜き刺し左手くるくる、抜き刺し抜き刺し、これ簡単にできるんですかこれ。簡単にできます。はい、すごいね、綺麗、ね、裏に白いとこがついていなければ黒球でございます、はい、でこれ取っといたのをポンと入れると、はい、はい、こんな感じで、あ、もうそれでお皿になるんですか。そうなんです。そしてなるべくね左手はフルーツに触れないようにこう気をつけながらカットしていったら、これを最後
器の中にポンと戻して終わりです、はいはい、おもうこれだけです。早いあの半分のオレンジがこうなります、はい、そう。それでね、いちごなんかも切っていただいたら、うん、いちごはね、切ったものはね、11時5分ピッと刺します、はい、で、なんかちょっとここ穴ぼこ開いてるんだけどっていうようなところにね、ミントを刺して、はい、ブルーベリーを一つポンと乗せます。もうこれでかわいい、なんとなんと、もう完成ですか、はい、これで一つ完成です、綺麗、はい、ちょっとお皿に乗せておきます、ね、え、本当にものの2分、1分ぐらいの、はい、え、まだまだ大丈夫ですか、ね、いや全然大丈夫です、はい、行きます。では次、バナナをこのように、バナナなんて剥くだけしかない食べ方なんて、もう、これね、スーってスーッ、はい、こっち側も切ったらスーッ、おー、どうして終わり、気持ちがいい。それでこれをね、うん、さっと剥いていただくんです、はいはい、こんなのあんまりやらないでしょ、やらないっす、ね、でもこれだけで食卓がね、ちょっと華やかっていうか、なります。こんな感じです。で、両サイドからこうやってバナナね、で、女性の方特に気をつけていただきたいのは、ね、はい、バナナにね、爪痕残す人がいますので、うん、そこだけ注意です、はい、で、こんな感じで、まあ、両サイドはね、ちょっとお客様へのおもてなしなので、ちょっとこの辺り置いていただいて、真ん中にこんな感じ、両方倒して、で、多かったらまたこれも食べちゃってください、はい、反対側も倒して、もうこれでスタンバイ OK です。うん、で、ちょっとお皿に乗せます、うん、まだお時間いけます、はい、ね、全然いけます。じゃあちょっと今日スペシャルね、はい、これキウイフルーツ、はい、これね、皮まで使います。フルーツアートは普段捨ててしまう葉、はい、葉、それから皮、こういったものもね、はい、巧みに利用してフルーツに付加価値を与え、 B 級品を特級品に引き上げていくっていう技術がフルーツアートなんですね。はい、こんな感じ。そしたらこれね、これ捨てないでください、うん、これを捨てないんですか。はい、くる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 巻いていきます。うわうわ、くる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 、何ができるか、何ができるか、じゃん、バラの花が、うわ、えー、あ、かわいい、本当だ、バラだ。さあ、これも飾っちゃいます。わ、はい、はい、で、今皮でバラを作ったので、今度実を作ります。だ、実がどうなるか、ね、こんな風にしてキューって、こうやってね、ギューって上がっていくと、キウイが勝手に上に向いてくれますから、触らないでも綺麗ですね、はい、で、これね、あの、もしキウイが硬かったら、はい、薄めに切ってください、はい、柔らかかったら厚め、はい、うん、できれば厚めに切っていただいた方がよりジューシーで美味しいですよね。なので、こう、芸術的なアートではありますけど、薄い、すごい、アートではありますけれども、うん、なるべくジューシーで美味しいものを食べていただく。なので、こういったね、今バラを作りますけど、こういったものはね、ワンポイントです。はい、いきます。左側からくる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 、嘘だ嘘だ、くる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 、こうやって丸めていきます。すごい、はい、終わりです。でこれをなんとここに乗せますよ。わ、じゃん、かわいい、かわいい、はい、すごい、こんな感じでね、今何分ですか、経ちました、全然、全然大丈夫です。 2分ぐらい、え、始めてからはもうちょっと経ってます。始めてからは4分ぐらい、でもこんなもん、時間こんなもんなんです、時間でこんなに、すごい、そうなんです。これでね、フルーツアートってもう完成ですよ。すごい、すごい、これで、いやー、すごい、綺麗、綺麗、これフルーツアートのマークなんです、うん、ね、これもさせていただいて完成で、今バレンタインじゃないですか、はい、こんなハートのもね、なるほど、させていただいて、これで完成です。すごい、早い、ありがとうございます、ありがとうございます。本当ですか、こんな感じで、綺麗、俺もう最初のオレンジの時点でもう、ね、多分ここで3分使っちゃいます。そうね、そのぐらいかかりますよ、ね、うん、ね、じゃあちょっとだけ片付けます、ね、あ、いやいや、全然全然、すごい、すごい、やっぱ美味しそうですね、それでいて、そう、そりゃ一級品になりますよ、ね、こんな感じで、その包丁も特別な包丁なんですか。この包丁は全然特別じゃないです、はい、まあ、私たちが使っているのはね、プロ仕様なので、はい、まあ、ちょっとあの
日本のね、うん、企業さんに作っていただいてますけど、うん、ご家庭にある果物ナイフ、はい、どんなナイフでも大丈夫です、はい、そんな本当ですか。そうなんですよ、すごい素敵なアートしてくださいましたね、本当に、はい、ありがとうございます。ここからですよね、本当高梨さんにちょっと質問なんていうのをね、はいはい、していきたいんですけども、うん、まあ、事前にね聞いたことをちょっと、まあ、質問で答えてほしいんですけども、はいはい、高梨さんがですねフルーツアートを始めたきっかけということで、はい、フルーツを美味しく食べるためということなんですけども、これはどういった。そうなんです、はい、長い間ね食に携わるお仕事をしてきて、いろんなものをやってきたんですけど、はい、今ねフルーツって消費がどんどん減ってきてるのご存知ですか。そうなんですか、はい、先進国でこんなにフルーツを食べないっていう国は珍しいんです。そうなんですね、日本で食べてない方なんですか。そうなんです、こんなにね世界一おいしいフルーツの生産国でありながら、なのでフルーツをこうおいしくいただいて消費拡大につなげようと、今度はフルーツでそういうことをやっていこうかなというのがきっかけですね。そうなんですね、すごい。ちょっと聞きたいんですけど、はい、高梨さん一番好きなフルーツって何ですか。はい、私、桃。桃、あ、美味しい。で、桃を使ったりとかもするんですか。桃はね、なかなか色が変わりやすいのでね、あと旬が限られていますので、はい、もう旬の時だけにささっと切って。なるほど、はい、もうそこアートじゃなく、さっと。アートじゃなくって、でもアートにもしますけれども、まあ、カッペン防止ということで ね、レモン水とか塩水は使ってやりますけれども、はいはいはい、ど、時期にしか食べれない桃が、そうなんですね。それと私ね福島出身なんで、どうしても桃が、あ、なるほど、美味しいんですよね。ありがとうございます。はい、それ続いての質問なんですけども、フルーツアートで大切にしていること、はい、ということで、どんなことを大切にしているんでしょうか。これはね、はい、なんといっても真心です。真心、真心、やっぱりこの真心っていうのは、作ってね食べていただく方への真心もありますけれども、うん、これを作る生産者さん、うん、それからこれを運ぶ方ですとか提供する方、すべての方へ真心を込めて作るということを、フルーツアートでは何よりも大切にしています。やっぱでもそうですよね、このカットにするにしても気持ち一つで変わるような気がしますもん。なんかそうですね、本当に、あとこうね、全てを無駄にしないっていうところもすごい、やっぱり真心あっての本当に作品というんですかね。キウイがバラの花になると思いましたね。思いません、思いませんよね、はい、それがすごいですよね、素晴らしい。ちなみにこれは、はい、なんていうんですかね、保存とかは、まあ、はい、その場のその場で、うん、もう食べていただくみたいな感じなんですか。そうなんです、そうです、もう切ったらすぐ食べてくださいということで、特にこの上にゼリーをかけたりとか、はいはいはい、なんかそういうね添加物を使ったりっていう処置を施さないのが基本になっているので、なるほど、すぐお召し上がりください、持っても当日中、あ、なるほど、そうですよね、それもさっきも衛生のことも、はい、そうです、そうですもんね。逆に一番難しいアートのフルーツってあるんですか。一番難しいアートのフルーツ、はい、これ難しいなみたいな、ね、小さいものですよ、ね、小さいもの、はい、例えばこのイチゴ、はい、なんかたまにブルーベリーをアートしてくださいっていう方が、マジっすか、いらっしゃるんですけどね、はい、最初に言ったように、はい、美味しく食べるための技術なので、もちろん、イチゴって刻んでしまったら美味しさがなくなりますよね。だからこのヘタの部分をちょっとどうせ食べないので、うん、そこをうまく切ることによってハートの形にしてたり、うそういう感じなので、小さいフルーツの方が難しい。あ、そうなんですか。ブルーベリー、その案件が来た時はブルーベリーどうされたんですか、はい、その時は。ブルーベリーはやりません、はい、ああ断りますよね。その代わり見てください、これブルーベリーってフルーツアートに、ね、なくてはならない。あるのとないのと多分全然違うと思います、素人目から見ても、うん、多分全然色合いが全く全然違いますもんね、締まるというか、はい、その代わりブルーベリーは必ずこの花落ちと言われているこう王冠のようにね、うん、花が咲いて落ちた後、花落ちって言うんですけど、そこを必ず上に向けて飾りましょう。なるほど、はい、ブルーベリーにもルールがあります。あ、いや、フルーツウルーツにもルールがあるんですか。あります、フルーツを置くにもルールが、はい、ちなみにバナナはどういう。バナナは右肩上がり、こちらが上がってる、カメラさん、カメラでどう見えてますかね、はいはいはい、右肩上がりが鉄則です。あ、そうなんですか。もう株もケーキも右肩上がりがよろしいという、縁起物だ、全てが詰まってると言っても過言ではないですね。
素晴らしい、ありがとうございます。貴重な話を聞けて、はい、ってことで、あのこうやってあの高梨さんが今のフルーツアートデザイナー協会に代表されてるということで、はい、そこでなんかあのフルーツアートを通しての社会活動されてるということで、はいはい、そこでなんか子どもの未来に夢と憧れをテーマにされてるっていうのを話聞いたんですけど、その活動の一環で、はい、なんか映画の方をなんか作っているという。そうなんです、はい、ずっとね、こう今年で9年目になるんですけれども、はい、子どもたちの未来に夢と憧れをテーマで社会活動をね、うん、長くやってきたんですよね。うそういう意味ではね、うん、今回ご一緒しよう、うん、ということに、ね、なってるんですけど、はい、その一環として子どもたちにね、こうあの夢を与えられる映画作りということで、これは被災地の復興物語になります、はい、そうなんですね。そこでこの質問があるんですけども、あのこの映画を、はい、撮ろうと思った始めたきっかけっていうのが、はいはい、あれ、はい、きっかけ、きっかけが送られてきた。そうなんです、はい、そうなんです。あ、ちょっとね、今日 あっちに用意してありますんで、後で撮ってきます、ね、あ、はいはい、で、あの1枚のね CD があるんですけど、その CD をね、あの送ってきてくださった野球部の先輩がいまして、はい、その1枚の CD に添えられたメッセージというのが、34年前のみんなに会いに行ってくださいという、来ました来ました、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらでございます。大変失礼いたしました、はい、これがですね、第28回全国高等野球軟式野球選手権大会決勝戦、はい、平工業福島対川浦高校、うん、熊本、うん、これ不思議だと思いません？どちらも被災地なるほど、うわ、なるほどね、この因縁というか、それで、はい、この中をね、うん、見たんです、はい、で私たちこれ35年前の VTR なんですけど、うん、この存在を知らなかったんです。でこれを34年ぶりに見てみたら、やっぱりこれってあの夏素晴らしい経験だったんだな、うん、この経験をもとにこのヒーローたちの生き様を描くことによって、うん、被災地の子どもたちに夢と憧れを届けよう、うん、幸せの希望の小さい種をまいていきましょうという映画を作りたいなということで、うん、ああ、なるほど、それがきっかけで、はい、そうなんですね、うん、そのテーマに、その掲げてるテーマにも沿ってらっしゃいますもんね、はい、それで、そうなんですよね、そうですよね。ありがとうございます。続いての質問なんですけども、はい、うん、映画で大切にしていることということで、はい、真心、はい、こちらも真心ということで、そうなんです、やっぱりね、フルーツアートもそうなんですけど、結局真心じゃないね、いろんなこう人との出会いとかがあっても、やっぱり真心と真心の交流って人を大きくすることもあるし、こうその真心に助けられることもあるので、ね、そういった真心を込めたこの映画作りをしています。なるほど。ですから、この協力している方とかね、こう表立っては協力できないんだけれども、一生懸命力を貸してくれるという見えない真心、そういったものまで胸に刻みながら映画作りをしていこうということで、制作員一丸となって頑張ってます。これも、この映画は、ドキュメンタルなのか、ドキュメンタリーなのか、はい、その役者さんを立ててやります、ね、はい、役者さんを立てて、ちゃんと、事実に基づくフィクション。すごい。もともと野球のマネージャーをされてたってことですよね、はい、そうなんです。野球部のね、あのマネージャーをこう一点でやってます。絶対モテモテですよね。いや、わかりますよ。どうでしたなんか、ね、いや、まあね、後でお呼びするんですけど、どうでしたっていうね、お呼びするんですけども、はい、そうなんでも大変じゃないですか、野球部の、野球部のマネージャーさんのこと聞いちゃうのもいいですけど、はい、野球部のマネージャー大変そうな。いや、大変じゃないですよ、好きでやってるんですもん。ああ、でもその中でも、例えば何ですかね、部員が、なんか、たまりたまった鬱憤とかを、試合中に、みたいなとか、はい、部室で荒れるとか、何ですか、はい、もう僕はなんか、ドラマとかの影響があるんで、あれなんですけど、
そういうなんか大変な時とかありました、ね、ありましたありました、部員同士がね、うん、殴り合い、でもそうですよね、はい、そのねポジションだ、はい、なんだみたいな、ポジションだっていうことではなくって、うん、なんかちょっとした感情の行き違いですかね。で私のいた軟式野球部っていうのはお互いにお互いを尊重し合いながらね、うん、あのこのストーリーにも出てくるんですけどね、うん、例えばレギュラーになれないと分かっている人が、うん、ものすごくチームのために貢献したりとかね、うん、あのキャプテンなんだけれども、うん、全国大会出場するためには自分じゃなくてあいつをレギュラーにしなきゃダメなんですっていうことを監督に言うキャプテンがいたりですとかね。なるほど、はい、だからそのちょっとした、うん、あの喧嘩みたいなのありましたけど、うん、そういうなんていうのかなドロドロしたものはうちの部はなくって、で私はそれを3年間見せていただいて、なんかそういうこうヒーローになっていく人も大切なんだけど、うん、そうじゃない人たち応援するっていう、うん、そういうこう、うん、魂の尊さっていうかね、うん、そういうのを年を重ねるごとにあのより感じるようになりましたね。いやすごいな、それで映画制作をしようっていう、うん、はい、その気持ちが素晴らしいなと思いますよね。ありがとうございます。内容もね、うん、なんかちょっと話聞いただけですけども、うん、それだけでも感動しちゃいそうなストーリーがあるんで、うん、またそれちょっと後半でもうちょっと聞いていきたいと思います。はい、はい、じゃあ一旦ですね、はい、ここでピンクリボンアート、うん、コーナーをさせていただきます、うんうん、はい、ここに来て、ここに来て、はい、ちょっと一旦ブレイク、ブレイク、いやここ重き置いてるんじゃないなんでこれを休憩ゾーンに使っちゃうんですか、それ。すいません、そんなこと言わないでくださいよ。はい、ちょっとブレイクで、はい、今回何をするんですか、ピンクアートの。いつもちょっと動画とか流してるんですけど、うん、今日はちょっと初挑戦の、なるほど、ピンクリボンクイズをやってみます。ピンクリボンクイズ、なるほどね、はい、はいはい、じゃじゃんって言ってくださいね。え、俺たちが言うんですか、俺たちが言う方なんですか、自前なんですか。そうなんです、はい、じゃあ行きますよ、はい、まずじゃカメラもあのこのちっちゃい方に、あ、落ち着いてすいません、はい、カメラもちっちゃい方にしていただいて、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、あ行きますよ、はい、せーの、じゃじゃん、あ、じゃじゃん、いやいや、ここせーのいりますか、いりますかね、はい、2問あるから、はいはいはい、はい、じゃあまず1問目、うん、はい、乳がんは胸の外側にしかできない、丸か×か、丸はこれ、はい、×はこれで答えてください、あ、手でね、ジェスチャー的な感じで、はいはい、なるほど、じゃあ答えをどうぞ、うん、正解は×です、高梨さん正解です、あじゃあできるってことですか、そう、胸全体にできます、うん、まあ、ここに放射線状にピャーってこうなんか、はいはいはい、乳腺みたいなのがあるんですけど、そこにできるので、うん、もう外側にもできるし中側にもできるし、まあ、全体にできます、で、まあ、一番できやすいのが、まあ、このリンパに近い外側の上部、うんうん、と言われています、うん、あ、だからみんなほとんどなんかこう触るとか触るんですね、で、私も、私はチューブになるのかな、まあ、ここら辺、うん、外部ですやっぱり、うん、にできました、で、いつも流してる動画もこう、うん、そうですね、ピンクリボン体操ね、ここら辺触るんですけど、はい、まあそうだからまあ全体を触った方が触診というか自分 で、うん、ここ触ってか、初めて聞きました、なるんすね、なるんですよ、ここのなんか、うん、ここに集中してるのかと思ってました、そういうのが、まあ多いんですけどこっちもなるので、触った方がいいんです、なるほど、でもこれは聞いてためになりますよね、ね、わ、やりみたいな指にそれいいですね、はい、いい流れです、なるほど、ではではいい流れです次いきます、はい、2問目、続いて、せーの、じゃじゃん、これいいですね、いや、いいですね、じゃないですよ、ましたいります、それいります、はい、では乳がんは男性も発症しますか、はい、丸か×か、せーの、え、いや、でも、あ、でもどっち、でもこの場合するんだろうかな、え、するは丸ね、あ、する、うん、あ、じゃあする、発症するは丸、はい、正解です、やっぱするんですね、男性もごくわずかなんですけど乳がんになるので、タックもちゃんとチェック
うわ、ちょっと怖いですね。ね、まあ結構ね、声だから。そうなんですよ。結構あの小太りなんで、やかましいっすよ、それ。別にいいんですよ、俺のやか。関係あるかないかわかんないですで。でもやっぱり、あんですか、その、できればちょっとあの男性、男性ってまあ細、なんかまあ筋肉質だのあるじゃないですか。でも僕みたいにちょっと、あの、超えてるというか、人は、ちょっと小太りでも、小太り、はい、でもちょっと脂肪がつくじゃないですか。うんうん、ここにできてしまうってことなんですか、まあ、脂肪にできるとは、あのじゃないんですけど乳腺にできるんですけど、はい、うん、でももう男性もそのホルモンの関係であのごく一部ですけど、なる人もいるので。へえ、そうなんだ。そうなんで、だから女性だけじゃなく男性にも一応こうね、はい、知識としては持っといていただきたいと、うん、女性以上に多分気づきにくいので、うん、女性はなんとなくそういう知識があるので、うん、私とかもなんか触ってあなんかあるなと思って行けたんですけど、うん、男性はそこに無知なので、うん、多分発見した時にはちょっともう早期じゃない場合もあるので、うん、なので男性もあるんだよっていうことはちょっと入れといてもらうといいかなと思います。でもそれは初ですよね、うん、あんま知らない人本当多いと思いますよ。そうですよね、男性も乳がんになるなんて、多分その婦人その女性の病気だみたいなイメージの強いですもんね。なるほどね。なのでちょっと意識してみてください。なるほど、ありがとうございます。あれ、このクイズいいじゃん。いいですね。なんか素晴らしい。私なんてもう一問だけ。ああ、二問って言ってたけど、はい。一応ね、用意してたんで。なるほど。じゃあ行きますよ。はい。せーの。じゃじゃん。いいですね。いいですね。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ三問目は、はい、その触っても、うん、じゃあどんなのが。どんなのがあるのかということなんですけど、うん、乳がんのしこりがあるとはなんとなく知ってると思うんですけど、その特徴は3択にしてみました、うん、はい、A ぷにょぷにょ極度に柔らかい、 で B 東京特許とかみたいな梅干しの種のように芯がある、うん、C 触ると移動したり小さくなる感じがする。どれでしょうか。だって全部そうに感じちゃいますもん。だっていい問題ですね何したりやったりなんですかでもじゃあ僕も決めました。私も決めました。せんで言いましょうか。せーの、 B、 C、 お分かれました。僕が B で高梨さんが C、はい、なるほど。僕が梅干しの種のように芯がある、で高梨さんが触ると移動したり小さくなる。正解はですね、はい、B です。 B、 たっくん正解。あ、そうなんですか。へえー、で、あの、まあ、私セラピストでマッサージとかやるんですけど、うん、そういう時のコリっていうのは、うん、こうコリ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 動くんですね、うんうん、でちょっと触ると動くので、これは芯がないコリなので、うん、このコリは、まあ、ちょっとリンパ詰まってたりとか、あの疲れてたコリの可能性が高いんですけど、乳がんの場合は芯があってこう触っても動かない感じで、怖い。で梅干しのこの芯のようなものが、そんな硬いんですか。硬いんです。がこの胸を触ったここの奥にあったんですね、私の場合も。そうで、ちょっと触ってみてコリコリ動くような感じだったら、まあ、大体ちょっと疲れ残りかなみたいな。でもそのところにちょっと芯があるようなコリがあれば、もしかしたらその可能性もあるので、まあ、そういう時はもう早めにあの乳腺外科などを受診していただいて、で乳がん本当に早期発見だったら、もう私のように、まあ、全然元気に過ごすこともできますの で、 でそれをちょっとほっとくと、やっぱり特に若い30代とかだと、あの進行も早いので、まあ、見つけたら優先して、自分のことを優先して、あの検診とか行ってもらうといいと思いますので、ちょっと梅干しのような芯のあるコリがあったら、まあ行ってみましょうと。なんか知らないこと多かったですね、はい、勉強になりますね。勉強になりますね、これ。ちょっとね、緊張してたんですよこのクイズに、はい、なんですごい熱いいや、そんなにカロリー使いました。はい、使いました。いえ、よかった。初めての試みだったから。なるほど。じゃあ手応え的にはちょっと何パーセントですか。すごい良かったですね。パーセントで言ったらどうですか。でも遠慮して80ぐらい言ったら 100% いやいや、 100% って言っときなさいよ。もう 100% って言っときなさいよ、そこら辺。まだまだ先がありますから。これ、あ、なるほどね。ここからまだいろいろね、ピって出すのとかも用意したかったんですけど、はい、なかったし、音もなかったし、あ、はいはい、そう、いろいろよりね、もっと精度を上げていくという。そうでございます。なるほど、はい、じゃあ次回からもちょっと楽しみにしていきたいですね。
ありがとうございます。クイズコーナーでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃそんな知識も含めて、うん、今日はちょっとピンクリボン体操を見ていただけたらなと思います、はい、なるほどね、はいはい、まあ、いつもね流してるんですけど、うんうんうん、その乳がんってセルフケアが、あ、セルフチェックができるんですけど、うんうんうん、そのやり方とかをこうダンスを踏まえて楽しく、うん、あの動画にしているものがあるので、うん、それをちょっとご覧いただきますね、はい、じゃあ VTR スタート。ピンクリボン体操第1。はい、ありがとうございました。皆さんもね、はい、今日からタックもちゃんとね、そうですね、男性にもなるっていうのはなんかふわっとしてましたけど、うん、ここまで本当になるとはね、うん、思わなかったんで、でも触ってね唯一わかる感ということで、はい、本当にね、ちょっと触診の方ね、うん、皆さんも、はい、暇な時にでもよろしくお願いします。女性とかは月1決めとくといいですね。月経の周期に合わせてとか、ね、それもあるんですね。いいと思います。あまりね、しょっちゅうしょっちゅう気にしてもね、なんかちょっとそれだけでもちょっとなんか憂鬱になっちゃいますもんね、うん、ちょっと気持ち的に。時期も忘れちゃうので、月経が来たら、うん、あ、じゃあついでに検診、ちょっと自己検診しようみたいな感じで、あの自分のペースになんか入れてもらえるといいかなと思います。はい、わかりました。はい、はい、ちょっと皆さんもぜひ試してください、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、もうちょっとなんか映画の話をですね、うん、聞きたいなと思いまして、なんと今回また実はスペシャルゲストということで、はい、はい、お呼びしています、はい、高萩文孝さんです。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。先ほどのこのね DVD をね、うんうん、渡してくださった方です。高橋さん、あ、違います。あ、違います、違います、あのここをね、ここで、あ、今ね、ここ合間で、そうそう、合間で、合間で、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、だからもうちょっと映画のね、はい、話を聞きたいんですけども、はい、どういった内容というか、はい、はい、詳しく聞きたいなと思うんですけども、はい、隣にいるのは私の大先輩の高萩文孝さん、はいはい、私があの15歳、はい、彼は17歳、うわ、ね、今から35年前のお話なんで、ね、なるほど、はい、だから当時マネージャー、はい、はい、で選手というかそのエースです。エース、うわ、エース、これは憧れの、うわ、ね、あら、でもうほとんどその当時の部活って分かりませんでしょ、35年前。いや、そうですね、いかんせん僕もあのそういう陸上部やってましたけど、はい、そんな詰めた練習みたいなのなかったですもん、そりゃ、はい、もう神の息ですから。なるほど、分かります。お話もそうですよね、だって高校1年生高校3年生ですもんね。じゃあ本当王ですね。王です。王、王様。王が今ここに。そうなんです。口も聞けなかった。怖い怖いみたいな感じですもんね。本当に。怖くはなかったです。あ、そうなんですね。はい。はい、
優しそうな、ただ黙々と練習をしているという人でした。で当時はあのもっとこっそり。いや、聞こえました。そこは別に言わなくてもいいじゃないですか、本当に。私の記憶の中では。なるほどね。わかります。キラキラキラみたいなテンションですもんね。え、エースということで、はい、じゃあ、はい、ポジションは。ピッチャーです。ピッチャーだー。野球知らないから。いや、言う、でも、ある、わかんない。知らない人向けに。そうですね。エースってピッチャーのことなんですよ。え、バッターもエースって言わないですか。言わないです。言わない、うんうん、あら、どうぞどうぞ。はい、それで、はい、この今から35年前の1983年の夏に、この高木先輩がですね、はい、繰り広げた死闘のこの試合ですね、うん、延長に次ぐ延長ということで、うん、準決勝はですね、うん、なんと延長25回、はい、野球って何回か分かりますか。なんとなく9回なんとなく9回です。なんとなく9回です、はい、25回ってことは9回が、はい、だからもうえ3区27、はい、だから3回だから大体3回ぐらい、はい、3回超そうです。えということは1試合で3試合分を1人で投げ抜いているという、そうですよね、3試合やったってことですか。ですよね。そうですね。で最終的にその延長25回まで行きましてね、でわずか、まあ、これ2日間で繰り広げたんですね、はい、前の日18回までやってね、決まらないで前の日も18回までやってるんですもんね、はい、で決まらず、あの日没で、はい、で、翌日、うん、また7回までやって、はい、それで勝って、はい、でなんとその1時間半後に決勝戦、休憩1時間半しかもらえないんですか。はい、もらえなかったんです。マジですか。当時は、それ大問題に、ね、なって、今は随分ね、改善されました。そうですよね。僕のバイトでももっともらえてますよ、休憩時間に。それなのにそんなレベルが違いますけど、20何回とか投げた後に1時間、うん、でその1時間半後に決勝戦、はい、マウンドにまた登るんですけどね、はい、4日間で投げ抜いた投球数、ね、まず58と3分の1イニング、はい、9で割ったらいいよ。9で割る、すみません、僕あの数字が苦手な家系なものです、ね。まああ、ちょっともうたくさんでしょ。たくさんでお願いします。ちょっとあの急に振られてギューってなっちゃった。画面の前の方は計算できたと思うんですけど、はいはいはい、58回と3分の1イニング、はい、あの投球数にして言えば735球。マジですか。マジです。すごい。ピッチングマシーン、ピッチングマシーン並みじゃないですか。そうなんです。え、はい、それで、うん、そこまで投げたんですけれども、途中ね、あの女房役と言われるキャッチャーがね、はい、脳震盪で救急車で運ばれるなどのアクシデントがありまして、さよなら負けしてしまう。でもその経験があったからこそ、うん、後に起こるね、あの東北大震災の苦しみの中からも這い上がってきたという、うんうん、この若い時の頑張った自分がいたから今ここにいらっしゃるという。うわ、すっげえかっこいい人じゃないですか。そうなんですすっげえかっこいい人じゃないですか。いやいや、そんなことない。それで、まあ、その野球のね、実力を買われて大手上場企業にご就職なさるんですけど、それがたまたま電力会社だったんです。あ、なるほど。あ、なるほどね、はい、はいはいはい。それでもその 3.11 を境に人生が、ヒーローだった人がどん底に落ちていくという、ね、そこからまた這い上がるという震災復興物語がこの映画です。でもう一人ヒーローが登場するんですけどね、その人はあの私たちが過ごした35年前の夏にですね、一つのエラーからですね、一つ上の先輩のチームに混ざってレギュラーだったんですが、その先輩の甲子園出場の夢を取り逃してしまったということで、30年以上その苦しみ、呪縛から逃れられずに、それでも、野球をやめずにいたんですね。すごい。はい、そして、海岸沿いにある、あの高校で監督をしていた時に津波の被害に遭うんですね。それでたまたまそこがですね、海星高校というね、水産高校だったんですね。で、その
転がってるものといったら魚を捕る網とかありますでしょ、うん、そういうのを実習室に貼って防球ネットにして、野球場を自ら作り、あの瓦礫の山となったグラウンドも子どもたちと一緒に整備し、うん、でもこんなことで子どもたちの甲子園の夢を奪えるかっていうことでね、うん、奮闘するんですよね、うん、はい、そしたらやっぱり神様って見てるんですよ、はあ、で、2013年の、うん、福島の代表として選抜甲子園、うん、21世紀枠で出場する。すごい。ですから35年前はヒーローでキラキラしてたんですよね、うん、でも彼はどん底に落ちたヒールだったわけですよね、うん、それがこの震災の 3.11 を境にヒーローとヒールが逆転していくというこの、ね、なるほど、人生の光と影を描いたんですけど、それでもなぜ彼らが頑張って生き抜いてきたか、うん、震災をも乗り越えてこうしてまた元気を取り戻してきてるかというと、うん、やっぱり35年前の10代のあの夏にね、うん、これでもかっていうほど一生懸命何かに打ち込んだ、うん、これって野球じゃなくてもいいんですよ、うん、別にね、あの芸人になりたいって言って頑張った人もいるかも、うん、あの合唱コンクールで頑張った人もいるかもしれない、うん、バレエとかね、うん、宝塚目指したとかっていろいろあると思うんですけど、うん、そういうところで頑張った自分って、うん、私たちのように50代になった時にね、うん、必ず自分を奮い立たせてくれるのって過去の自分ですよね。まあそうですね、うん、うわ、はい、っていうことをあのこの映画を通して子どもたちに伝えることによって、うん、頑張っていれば、まあ、絶対に、うん、あの素敵な将来って自分で引き寄せられるんだよっていうことを、うん、この映画と高木さんと若林監督っていうんですが、うん、その2人の生き様、それからその他の部員たちの生き様を通してね、うん、子どもたちの胸に2018年、うん、平成最後の夏ですよ、うん、はい、に子どもたちに種をまきたい。なるほどね、お素敵すぎなんですか。お素敵すぎます。お素敵すぎすぎないですかそれ、うん、すごいなそれ、うん、素晴らしい。高木さんやっぱりあのどうでした、投げてる時はもうその25回投げてる時もう記憶とかあります？あんまりないですけど。やっぱりないですよね。ただまあ本当に応援してくれる皆さんのね、はい、まあ、そういうの、まあ、自分は実はちょっと故障してエースナンバーを剥奪されなかったんですよ、実は監督さんに。あの2年の秋ちょっと投げすぎて、はい、で3年のその本当の全国大会の予選までは、はい、まあ、私一試合も投げてないんですよ。その間監督さんずっと背番号1を剥奪なさらず、でその最後の大会だけ照準を合わせて、まあ、肘のちょっと故障とかあって、まあ、それを剥奪しなかった監督さんと、まあ、あとマネージャーはじめ、まあ、皆さんのお力、まあ、一人一人みんなね全員がまあ私の応援をしてくれて、まあ、マウンドに立たせていただいたので、まあ、その人にお応えしたいという気持ちでただ黙々と投げてました。もう鳥肌がずっと同じ人間とは思えない。そんなことではないんです。すごい、それこそもうあの高木さんもすごいです、支えた周りの、そうそう、ね、高梨さんもそうですけど、いや私は見てただけ、いやいやいや何言うんすか、謙遜にも程がありますよ。 それはそんなことないでしょう。高木さんがそのね本当に苦しい中で念仏のように唱えてた言葉があるんですよね。まあ、あんなに練習したので、まあ、あんなに頑張ったんで、うん、まあ、打たれるはずがないと思って投げた、うん、なるほど、それも過去のやっぱ自分のやってきたことですよね。まあ、そこの高梨さんがマネージャーになられた時、うん、私はほとんど走ってるだけと、ここにおっしゃっても、まあ、もうほとんど毎日一生懸命走ってました、投げれないので、ああなるほど。昔のね青春ドラマですよ、タイヤ引いてる、あ、ありますね、あれずっとやられてる。なので、まあ、あのマネージャーだった高梨さん曰く、高梨さんを投げてる姿あんま、まあ、あるんでしょうけど、うん、なんか走ってるイメージしかない。まあ確かに自分なりに一生懸命毎日走ってました。なるほどね、素晴らしいですね。でね、そんなそれぞれにヒーローがいて、自分の心の中に皆さんヒーローっていらっしゃると思うんで、そのヒーローたちって自分の中にもいるよっていうことで、この映画のタイトルがそれぞれのヒーローたち、それぞれのヒーローたち、なるほど、見たい
見たいですね。素晴らしい。見るだけじゃなくてぜひ参加してください。え、そこに？そうです。これは市民参加型のね、映画なんです。なるほど。はい。なので、はい、出たいっていう方いらしたらもう出てっていう映画です。あ、そうなんですか。はい、で、ちょっとだけ偉そうに言いますが、私プロデューサーなんです。あ、P。P です。P です。出た高橋 P。P。おはようございます。すごい。あ、そうなんですか。はい、いや、そんだけすごい気持ちのこもった素晴らしい映画を今プロジェクトされてるということで、いや素晴らしいですね、本当に。上映も無料で。え、うわ、そうなんです。これは上映券フリーということで、例えばね、奈々さんがされているピンクリボンのアートの活動でね、なんか皆さんに見せたいわ、これは子どもたちにいいからっていうことであれば、あの無料でお貸し出しいたしますので、どんどん見ていただきたい。本当にすごいな。マジっすか。マジっす。まあでもそれのためにはやっぱり応援してくださる、まあ間違いないですよね、必要ですよね、うん、そうですね、うん、それで野球ということなので、はい、2000人の大応援団募集中、うん、わ、今Now で今実際に募集中、はい、募集中です。それで、なるほど、それに入るのにはね、うん、あの1万円の入会金で、いろんなこう、例えば完成披露試写会とか、はいはい、俳優さんを囲んだ、うん、何でしたっけ、記者会見、ええ、普通入れないでしょ、うん、一般の人、はいはい、記者会見にご招待したり、まあ、もちろんこのイベントもやりますので、はい、そういったものがフリーだったりとか、さまざまな、それと映画のエンドロール、はい、最後のビー、はい、ってこう名前が上がっていくじゃないですか、はいはい、そこに名前が、全員名前が載るという、すごいな。拓也、いや榊原も入れてください名字もなんで拓也だけ急にでもいらっしゃるんですよ。あ、そう、芸名的な、本名じゃなくて、なんて言うんですか、ハンドルネームで上げてほしいとかね、恥ずかしいからっていうのもありですし、はいはい、自分のお孫さんの名前を刻みたいとか、そういうのいっぱいあの来ているんで、そうするとそれがこの映画は上映することによってお金をいただかないので、皆さんの、まあ、ご寄付、最近で言うならクラウド、はい、ハンドルっていうんですかね、はい、それで作り上げていきましょうということです。なるほどね、応援団募集中です。素晴らしいですね。でも一人一人が、まあ、1万円安くもないですけど、1万円で応援することで、それが2000人集まったら、すごいことですよね、うん、映画ができるんです、ね、うん、本当に一人一人の気持ちをちょっと、ね、するだけ です、ね、またそれが大きなものにね、ものになって、はい、たくさんの人にいい、はい、ね、夢と憧れと希望を伝えられるんだったら、ね、すごいですよね。この映画はあの日本での上映が終わった後ですね、はい、世界各国の言語に翻訳されて世界配信していきます。すごい、伝える術がもうすごいですね。もう僕にはもうもはやお二人がもう位の高い層にしか見え構想にしか見え、いやでも本当素晴らしいです、本当になんかそういうねやってる方たち本当に素晴らしいです、うん、これからもちょっといろいろ、はい、ありがとうございます。被災地にお力添え、いや本当にそうですよね、そう、みんなでみんなで本当にありがとうございます。いかがでしたか今回、もうエンディングなんですけども、いかがでしたか今回出ていただいて。緊張しました、マウンドに立ってるより緊張いや嘘、それは絶対嘘だいや嘘、本当ですか、急遽お願いしました、まあ本当ですよね本当に、でも素晴らしい、ありがとうございます。どうでしたか、いかがでした、本当に、あ、いろんな知識もね、はい、ピンクリボンアート、うん、ね、こういうのもクイズっていいですよね、はい、いやでも分かりやすいですよね、はい、うん、なりました、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次回ですね、はい、はい、お、ちょっと待ってください。はいはいはい。次回は、はい、次回はですね、フランジャーロスの、うん、皆さんがいらっしゃるんですけれども、はい、あの根頃和樹さんって覚えてますか？あ、はい、エンディング動画の東京、東京を、はい、がボーカルを務めているフランジャーロスというバンドの方が、うん、ゲストでいらっしゃいますので、はい、また次回も、さあ次回は3月12日月曜日3時半からこちらのシーウェブでまた生配信させていただきますので、お楽しみに、よろしくお願いします。はい、じゃあエンディング、今日のエンディングも前回に引き続き、うん、エレクトリックダウナーメソッドをお届けします。うんうんうん、はい、それでは、はい、さよならになります。あ、本当に本当に本当にありがとうございました。本当に本当にお二人のその素晴らしい業績というか、もうどんどんこっから花開くというのもさらにね、なると思い、もうその想像しかできないというか、
はい、本当に本日は本当にありがとうございました。本日のゲストはですね、高梨由美さんと、あと高萩文隆さんでした。本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。